ちは。珍しいです。お仕事なんですね。こんにちは。祝日だからみんな休みかなと思ったけど、そんなこともないんだ。今日は可愛くないですよ今日は可愛くない日ですね。可愛くないです。髪切ってません。よく言われます。髪切ったって言われがちだけど切ってません。そういう時は切ってません。おもちゃありがとう。サータンは今日は自主練に行くんですけど、なんか夜の方が空いてるのでレッスン場が、だからちょっと遅めに行こうかなみたいな。でもお買い物も行かないとご飯がないので、お買い物も行かなきゃいけないしみたいな。イエーイ。え、そう。でも公園じゃ分かんないでしょ多分。実際見たらそんな分かんないんですよ。でもショールームだとなんか髪が短く見えるんですよね。なんでだろう、なんでだろう。こんにちは。お昼、イエイ。やっぱりあなたが一番。ありがとうありがとうありがとう。いいな、マック。いいな。私はお昼と朝ごはん兼用です。最近私気づいたことがあって、公園の前にパン食べる。ん？ん？公園の前にパン食べるといい感じ、いい感じです。公園の前にお弁当じゃなくてパン食べる、パンを持っていき食べるっていうのがめちゃくちゃいいよ。ちょうどいい。普通に今日メール朝だけかと思ってめっちゃ急いで書いたのに、全然そんなことなかった。なんか前髪切っても切っても短くならないんですけど、なんでだ。うん、クリームパンダちゃん。普段はメロンパンダちゃん多めだけど、メールでも言った通り私めっちゃメロンパン食べるんですよね。なんかご飯食べるとなんか公園の前ってあんまご飯食べる気にならなくて、パンぐらいがちょうどいい。でも多分なんて言うんだろう、なんか公園の、ね、開かないんですけど、開かない はい、なんか公園のたびに何食べたかとか聞かれるんですけど、その時に私が大抵何も食べてないですって言うと、お弁当食べてねって言われるんですよ。でもお弁当食べる気にはならないから、最近はパンを目の前で食べて、パン食べてますって言うよ。
にちは。いや、ファミマですね。ファミマのメロンパンよく食べてますね。ヘブンのメロンパン美味しいよね。なんかメールに書いた裏側言うと、授業の後走って購買まで行くんですけど、もう基本的になんか移動教室が購買からめっちゃ遠いんですよ。移動教室多くて、でさらに移動教室もうなんかもう建物が違ったりするんですよ。建物も階も違うしみたいな感じで、もうすっごい遠かったから、あ、もう今日は無理な日だっていうのがあるんですよ。その4時間目がもうめちゃくちゃ遠くて、走ってもこれはメロンパン買えないぞっていう日にセブンのメロンパンを買って行ってました。お腹空いた状態で公園出てる。うん、なんかね、そんなお腹出るとかそういう気にしてるわけではなく、なんか普通にあんま時間がないっていうのと、あ、すいません、時間がないとか言っちゃって、あの、時間がないっていうのと、結構時間かかるんですよ私。なんかメイク時間が2時間あっても、最初の1時間ぐらいなんかずっと携帯いじっちゃって、で1時間、あと1時間って時にやばい、まだ化粧してないってなって急ぐみたいな感じだから。何の話だっけやばい、何の話してたっけ、なんだっけ。え、わかる、ファミマのそうザクザクのやつ美味しいよね。でも好き嫌い分かれそう。砂利みたいって言われたら困っちゃう。こんにちは。いや、メロンパンそんなに人気ってわけではないな。なんかチョコチップメロンパンホイップバサミと普通のメロンパンホイップバサミがあるんですけど、私は基本的にチョコチップの方が好きだったから、22ぐらいであるんですよ、全部で4個あって。だいたいチョコチップからなくなるから急いでた。そんなめっちゃ美味しいわけじゃないよ、めっちゃ美味しいわけじゃなかったかも。どちらかというとセブンのメロンパンの方が美味しいんだけど、やっぱさ、授業とか受けてるとさ、糖分が欲しくなるじゃん。だからホイップクリームを食べるために買ってるみたいな感じだった。そうそうそう、こんにちは。昨日は第6巻の青を見れてかなりグッときました。しっかりと第6巻を理解して、ありがとう、ありがとう。なんか見てくれてるのが嬉しい、嬉しい。メロンパンね、レアキャラっていうか、他なんかめっちゃ種類があって、パンのその中のメロンパン陽子は結構レア、すごい種類あったパンの。ありがとう。何これ、何、ペンギンちゃん、ありがとう、ありがとう。こんにちは。ファミマはね、メロンパンいっぱいあります。だから私が前おすすめしたメロンパンホイップバサミ縦長パンみたいなやつあるじゃないですか、あれもホイップクリーム入ってるから学校を思い出す。うそ、なんで自分のことオイラっていうの何オイラって、オイラって言われたら嫌だな。家族とかが自分のことオイラって言ってたらやめなって言っちゃう。うん、チョコチップメロンパンはそうだよ。お仕事頑張ってください。
そうだね、お昼休みだね。こんにちは。オレっちとか言ってたら本気で止めますよ。皆さん普段使いしてるんですかそれ。普段使いしてるとしたら結構止めに入るよ。普段使いしてる、だからお仕事とかでも俺っちの考えはみたいな。俺っちの、俺っちがこうやって考えたんですけどって言われたらさ、えってなるよね。どうなの、普段使い派。で面白いからいいよ。オイラとかオラは言ってる。あ、でも待って、オラはいたわ。小学校の時の一番仲良かった子がオラって言ってる子だった。で一番最初オラって言ったの、その子に。そしたら方言みたいな、東北の方だよね確か、もともと東北にいて引っ越してきたからみたいな、オラって言ってた。今もオラって言ってんのかな、わかんない。でもオラはって言ってた。こんにちは。あるよね多分方言。こんにちは、お餅ありがとう。オラはって元気にしてるかな。めっちゃ頭良くて、その子女天人のキャプテンしてた。懐かしい。なんかもう最近本当になんか学校生活を思い出しちゃって、よくないよね。地元シック、これホームシックならぬ故郷シックみたいな。オラ。え、女の子だよ、女の子、女の子、女の子です。お餅ありがとう。めっちゃ仲良かった。うん、やばい、ガッカーしてしまえば今日。そうなの。で、なんか千葉に帰りたいっていうか、まあなんか2日ぐらいだけあの時に戻りたいみたいな。まあ戻れる、戻れないんですけどね。いや、私顎関節症なんですよ。最近本当にすっごい痛くて、なんか寝てる時が一番痛いの。寝起きとかすごいここら辺痛くて、顎ら辺、顎とここの付け根が痛くて、こんにちは。で歯医者さんで見てもらったりしてたんだ、してるんだけど、すっごい痛い。本当に痛い。ホームシックはなくてないですね。さらにはオラがおるよ。結婚してやだ。やだ。成人式は行きません。
分行かないです、私とかさ言ってさ結局行きたくなるのかな、わかんないけど。でも成人式の行き方わかんないんだけど、どういうこと？成人式ってどうやって行くんですか？どういう感じのやつですか？こんにちは。千葉に凱旋ですね。でもね、帰れるかわかんないんですよ。なんか帰れるかわかんなくて、もうなんで帰れるかわかんないんですよ。こんにちは。病院行ってます。もうねめっちゃ痛い。かわいい、ありがとう、こんにちは、お願いします。そうなの？案内が来るの？じゃあ私案内来てもわかんないじゃん。結局行けないじゃん。行かないだろうけどとか言って言ってたらびっくりだよね。なんかね帰れないかも。こんにちは。こんにちは。この時間だと朝の5時なんですか？ひょえーひょえー、怖っ。ストレスだって。顎関節症ってそうなの？ストレス。週末は帰れるか分かりません。いや多分行かない行かないと思う。そうなの？でもさ SKE で着させてくれるよね、なら大丈夫だよね。サータンの振り刺さると拝めた、わしはこのように思い残すことやばとか言って、多分13期で入ってきた子に私より年下の子がいて思い残すことはと同じようなこと言うと、お持ちありがとう。昔からなんですよね。昔から顎関節症でもひどくなってきたのは高校ぐらいかな。でもなんか保健室の先生に言ったら、顎関節症は小顔の子がなるやつだよみたいな言われてならいっかとか思ってたけど、よくないよね、最近痛いからさ。こんにちは。でも本当に痛くて、こんにちはね。小顔の子はなりやすいから、サラちゃんも小顔だからって言われて、ならいいよねならいっか。こんにちは。こんにちは。小6ぐらいの時につけてたマウスピース、でもめっちゃ嫌いでマウスピース、なんか寝れない。普通に寝てる時につけなって言われたけど寝れなくて3日ぐらいでやめた思い出です。こんにちは。いや、なりやすい、小顔な人はなりやすいって言われたから、なるほど、ここら辺がね、ここら辺がちっちゃいからねって言ってましたね。
私保健室になんか居座っちゃうタイプだったんですよ。保健室の先生と仲良くて、なんかすごい居座っちゃうタイプだった。お昼休みとか用ないのに行っちゃったりとかしてたから、ちょっと今思ったらね、なんかやめなさいって感じなんだけど。口で呼吸するときなくない？口で呼吸するときってある？あんまなくない？うん、やっぱりやっぱりやっぱりねやっぱりそうだよね。何その新しい呼吸の仕方、いろいろいるんだね呼吸にも。でも生まれた時からもういつも私はエラ呼吸だったんで待って、同じこと言ってる人いるエラ呼吸だったんでとか言っちゃってでひひでひひひひ。エラ呼吸だったしみたいな言っちゃってますけど。まあ、来世は石なのですいませんね。来世は私石になるつもりなんで。死んだアザラシは肺呼吸ですって。うん、そうだよね。でも別に前世の呼吸の仕方覚えてないって覚えてないって。サラちゃん海嫌いだよ海嫌いだよ本当に。海はなんか海を見る分にはいいんですけど、なんかこうなんていうの、海の中の映像とか潜水艦とかそういうの怖いです。なんだっけ、海水なんちゃら恐怖症みたいな、海なんちゃら恐怖症みたいなやつかもしれん、知れぬです。千葉海近いやん。近いとこもあるかな。でもね、なんかね、もう本当にね、でもそれこそ幕張らへんに海があるんですよ。海があるんですけど、そういうのを見る分には大丈夫、見る分には大丈夫なんですけど、なんかね、ちょっとね、海のだからクジラとかが怖いかも。クジラとか怖い片手じゃね、開けらんないよねうーん、水族館も結構危ない。水族館も危ない。でも割と行ってたこの水族館。でも怖い、怖さはある。水族館でギリ怖い。でかい水槽の前とか、自分よりでかい水槽のとこあるじゃないですか。なんかなんていうの、ちっちゃい水槽にちっちゃいお魚が入ってるとかなら全然大丈夫なんですけど、なんか大きい水槽を眺めるみたいなところは怖いです。サダ水泳してた。大丈夫だよ、泳いだりするのは大丈夫。プールとかは大丈夫なんですけど、海の中で大きいお魚とかがいる感じが無理ですね新しいでも水族館は割と行きましたね、ちっちゃい頃から。そういうこと？
アザラシだからさ、大きい生物苦手なのかな。そういうことかな。多分そうだよね。やば、そこで繋がっちゃった。繋がっちゃった感じのやつ、やつちゃったチャンネル。こんにちは。こんにちは。あ、レゴランド。レゴランドか、レゴランドか、夢ランド。夢ランド。ランド。あいさん。こんにちは。いや、Cは一番最近行ったのが確か Cで、多分だから次ランドかなーって。ね、C 大丈夫だよ。うん、そう、そうそうそう、潜水艦系のアトラクションは結構怖いけど、怖い。でもさ、海底2万マイルってさ、こうやって言っていいのかな、ちょっと怖いから。海の底の2万円海の底の2万円ってさ、あれ海の中ではないじゃん。でもさ、一応さ、周り水じゃん。あれは怖いの。レゴランドはさ、あれ海の中なの？海の中ですか？レゴランドの潜水艦って同じような原理？海の底の2万円。海の底の2万円はなんか本当になんか息ができなくなる息ができなくなる。ちょっとレゴランドは水族館の大水槽の中。それってさ本当に本当にさ、もう1枚仕切り1枚でさ、もうお魚いる感じなんですか？それとももう通るところある感じ？お茶ありがとう。でも乗ったことある。でもちょっと息が吸いづらくなる その名は恋って感じ。こんにちは。なんで2枚の乗ってしまった。でも初めて C 行ったのって結構ちっちゃい時だったから、あんま考えてなかったよね。この列がどこ何のアトラクションのって考えてなくて、普通にママとパパが
行きたいところについて行ってた感じだかな。こんにちは。それであの山の上から落ちていくやつに無理やり乗らされて、めちゃくちゃ泣いたのかな、あれ泣いたのかな。隣にお魚いるの？え、本物のお魚がいるの？それはダメだわ、めっちゃ怖いわ。ああ怖っあ、そう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 、真ん中の山みたいなね。そうそう、真ん中の山、そう、真ん中の山スみたいなやつですね。本物のお魚とサメがいるって、はい、無理でした、無理でしたね、無理ですね、それは無理です無理でした。うそ、しきり、あーすごい、それはやばい。真ん中のヤマースね、真ん中オブヤマースっ言ったらバンされちゃうからさ、こんにちは、気をつけないと。あと、ありがとう、こんにちは。どうしよう、今日休もうかな。結局お買い物に行かなきゃいけないんですけど、明日にするか、いや、お買い物は今日して、練習は明日にするか。ちょっとなんかめっちゃ疲れてるんですよね、体が。疲れてる、昨日の疲れって感じ。あんまね、やりすぎてもダメだよね多分。さあ、お寿司食べたいなこんにちは。シャータンが真ん中を劇場パフォーマンスしてるところがいい、ね、ありがとう、嬉しい、こんにちは練習必要なんかいつこんにちは、こんにちは。なんか昨日の話なんですけど、なんか昨日本当に配信でもちょろっと言ったんですけど、あの、私のペンライト振ってくれる方、明日はもう全然いないと思ってたの。あの、これ毎回言ってるようなんですけど、最近は割と行くよって言ってくださる方が多かったから、よかったんだけど、昨日に関してはなんか前日とか配信で聞いても、なんか行くよって言ってる人あんまいなくて、あ、もう今日は私お城方は3人しか来ないって思ってたんですね、思ってたのになんかめっちゃいて嬉しい、めっちゃいた、めっちゃいたしね、めっちゃいた、隠れてたね。そう、何も言わない人多めかも、本当に隠れてる感じした。こんにちは。ね、みんなね、ちょっとね、隠れてるんだね。制服の上で、かがんでる時っていうの、これ。サータンの姿勢綺麗？なんだろう、どこだろう。歌詞、どこですか？歌詞はどこですかね。私、ツンツンですよ。私、出が一個もない。ですなのに、なんかみんな優しくしてくれるからありがたいですね。なんか多分アイドルってデレの方が多分いいんですけど、ちょっと私なんか普段の生活からあんまそういうのしないタイプなんで前からなんかね、友達とかにもそんなね出るとかないタイプなので、
こんにちは。うるさいうるさいうるさいな。ケツは触れない、うるさいな。サタのパフォーマンス、ネタテキスト綺麗で、ありがとう、ありがとう、こんにちは、ありがとう。犬は第6巻の時だけ水を飲む。ありがとうございます。え、第6巻は本当になんか分かりやすいよね。自分があの水色着てて、青水色着てて、ペンライトも水色だからめっちゃ分かりやすい。なんか自分なんだっていうのがめっちゃ分かりやすいです。でもでもあの万華鏡の時にもなんか割と私のペンライトの方多くて、え、あれは変えてくれてるのかな、それとももともと出るって予測されてたのかな、どっちなんだろうね。なんかね、まあ私に似たんでしょうね。正直な人が多いのは、まあ、私に似たんだろうなって思います。いるって思って変えてくれてるのかな。あのね、前回の万華鏡はなんかなんて言うんだろう、あんま取得できてないまま出た感じがあって、でも昨日は割となんかこう無心で踊れるぐらいには成長したかなって思いますね。思いますね。あそこが難しいです、万華鏡。あの21サビ終わりの後ろからカノンで、はい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 のやつ。こんにちは。え、本当になんかあんま取得せずに出ちゃった感じがあった、自分の中では。コースがなかったら人いたらやばいでしょ、やばいでしょって話だよね。懐かしい、ありがとう。本当に本当にあとお見送りでお見送りでなんか実際に見た方がいいって大体言われる。それはカメラのせいです。誰かカメラ直して、実際と同じように映るように直して。直してよー。え、でも多分研究生の中で青とか水色使ってる人多いよね、多分ペンライトの色に。だからか分かんないけど、こうやって薄めで見るとあれ全員サロン仕かもって思えるぐらいには感触率高いですね。お星様ありがとう。お星様、大量のお星様。え、そう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 、こうやって見るともう全員サロかなってなりますね。1本なのか2本なのかって一瞬で見分けられるの。どうなんだろう、どうなんだろう。でもさ、なんか MC 中とかってさ、多分皆さんさペンライト下げるじゃないですか。でもそのペンライト下げてるその方のなんか顔にちょっとペンライトの色が映し出されてる時があるんですよ。だから
赤色のペンライトだったらちょっと顔が赤っぽく光ってるんですよ、ここら辺が。その原理で自分の見てくれてる人を探すんですけど、水色で、その方がこの間いらっしゃった方が水色で、あ、サトウシかもって思って、次曲中見たら普通に一本で京香さんだったから、そういうのは難しいかも。こんにちは。確かにちょっと分かりづらいっちゃ分かりづらいですね。そう、全然そう、全然そう。やばい、15分で終わらせようと思ったのに。こんにちは。こんにちは。やっほー。あ、そういえば見てるかわからないんですけど、高畑さんの生誕ティー届きました、ありがとうございます。見てるかわかんないけど、あとお手紙まだ待ってます。お手紙皆さん、あんま書いてないでしょ。私が書いてって言ってる数より少ない気がしてますよ。お手紙書いてください。こんにちは。本当お手紙待ちって感じです今。え、そうじゃん、今日みんな休みの人が多いんだから、今日書いてよ。今日書いてよ。書いてー。え、でも大体3枚2枚くらいが多いかな。あ、3枚が多い、大体3枚で。でもまあ、え、こうやって言うとなんか余計ハードル上がっちゃうかもしれないんですけど、まあ多いとね、多いだけ嬉しいよね。なんか3枚ぐらいだとちょっとまだ、え、もうちょっと書いてよーくらいがくらいの気持ちで終わるから、5枚ぐらいが一番ちょうどいいけど、そんなまだ書くことないよって方は全然1枚でもいいですよ。分かってー。分かってよー、送ってっちょー。え、何回も送ってくださってる方もいますよ。ああ、なるほどね。レターボックス、確かに。だから3枚の人多いの。1枚何文字ぐらいなんだろう。わかんないな。1枚何文字なんだろう。え、全然いいよ。何でもいい。お手紙。ただ間違いなく直接話すのが楽しい。トーク会とかね、まだあるからね、トーク会で、ね、皆さん。皆さん、あ、そう、きっかけとか、きっかけとかね、書いてくださったら嬉しいですよ。
ああ、何のお仕事してるかとか書いてくださる方もいる。嬉しい、あれ。普段何してんのかとか分かんないじゃないですか。こんにちは。サラを知ったきっかけとか、好きになったきっかけとか、普段何してるとか、そんな感じでいいですよ。こんにちは。三枚だけどみんなに短いか。でもまあ人によるんじゃないですかね。その手紙にあんまりこう執着がない系のアイドルさんだったらそんな思わないかもしれない。私がちょっと執着やりすぎな気がしてる。こんにちは。こんにちは。すごいですよね。本当にすごいですよね。私はちょっとラジオ苦手みんなので、似顔絵？一回ね、似顔絵をね、この間ね、描いてた方がいるんですけど、お手紙じゃなくて、首に下げてた方がいるんですけど、めちゃくちゃ怖かったので、まあ、可愛く描いてくれればいいですよ。めちゃくちゃ怖かったので、もうほぼホラーみたいな、なんか、おかっぱの幽霊みたいな感じだったので。山見だと抱えても嬉しくない。おかしいな、3番目のはずなんだけど。こんにちは。おもちゃありがとう。普通にホラーでした。なんかもう本当に言っちゃったもん、怖っ。怖いんだけどって言っちゃいましたね。めちゃくちゃ怖かったですね。なんか目がもうすごいことになっちゃってて、チョコレート工場の一番最初、人形が燃えるシーンあるじゃないですか。なんか「ようこそ」みたいな時に人形燃えちゃうやつあるじゃないですか。あの時に目がポロって取れちゃったりするの覚えてますかね、誰か。あれみたいな感じだった。伝わるかな。チョコレート工場めっちゃ見てたんですよ、私。こんにちは。新しい方からもよく来ますよ。こんにちは。わかる？伝わらない人もいるよね。本当に面白いから OK。 こんにちは。なんか変な家見に行きたいって言ったじゃないですか、私が。でもなんかあんまり評判良くないっぽくて、なんかめっちゃ驚かされるみたいな、めっちゃ驚くシーン多いみたいな書いてあって、変な家って多分、私漫画しか読んでないから分かんないんですけど、漫画的にはなんかそんななんかグロい感じでもないのに、なんかめっちゃなんかホラーっぽくなってるらしくて、ちょっと見れないかも。どうもありがとう。私ホラーはちょっと見れないんですよね。
びっくり系が苦手で、普通にあの飛んじゃうんですよこれあの結構真面目に私ビビリっていうか、大きい音とかにめっちゃあのビビリなので、映画館で普通に5センチぐらい飛んじゃうんですよね、座ってるのにね。映画本当怖い感じの CM、 ちょっとね。でも普通にあの5センチ浮くんですよ。でそれを一緒に映画見に行ってたママとかにめっちゃ笑われちゃうんですけど、な結構5センチ飛ぶんですよなんか横のさ人とかにさ多分振動いっちゃって、横一列のさこう椅子があってさ、ちょっと見られるみたいなレベルで浮遊するんですよ。なんかグロい感じは大丈夫なんだけど、ホラーがダメ。怖いっていうよりびっくりだからダメです。ハリポッターはいけます。おもちゃありがとう。あ、そう。うん。そう、なんか、びっくり系が基本的に苦手です。普通になんかびっくりするすぎる。びっくりするぎる。こんにちは。全然いけるよ。なんかグロい系はなんか普通に見れますね。普通に 見れますね。うざくないか、さっきから語尾がさ結構うざめになってる。で、そう、驚かされるより脅かしたい方。でも自分が驚かされたら嫌だから脅かしたくない派ですね。ちょっといい子。人が人を食べる映画、全然。てか逆に見たことあるんじゃない、そういうの。普通に。あると思うんだけど。こんにちは。こんにちは。でも多分寿命が短くなるので引っ掛けてほしくない。やばいって、15分で終わりにしようと思ってたのに。もう壇上読みまーす。13位クロワッサン、19位ピアニストさん、1位クロミちゃん、12位12位、なんだろう今日お題何がいいですか。ありがとうございます、ありがとうございます。12位、何がいいですかね。今日の晩ご飯、リーかい。12位は唐揚げ。見てないけどね、見てない、多分もう見てない。11位、カツ丼10位、カレー。8位
肉じゃが。7位。アジフライ。むず。6位。じゃあ揚げ物が多いのはあれですよ、私が食べれないものをちょ食べてほしいっていう気持ちね。あ、どこまで行ったっけ、どこまで行ったっけ。7位、次7位がアジフライだ。6位、シチュー。5位、ステーキ。4位、野菜炒め。3位、お好み焼き。2位、ラーメン。はい、以上です。ありがとうございます。ね、確かになんかみんなのためになってると思うとね、嬉しいや。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。